今日もですね、行政書士試験対策始めていきますが、今回もですね、取り上げるのはこちらですね、行政事件訴訟法の判例です。判例のポイントをですね、お伝えをしていきますが、今日取り上げるのはこちらですね、仙台建築確認取り消し訴訟という事案をですね、取り上げていきたいと思います。このチャンネルでは私が行政書士試験に合格した経験に基づいて、勉強方法などお伝えしていますので、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではですね、早速始めていきます。まずですね、この判例はどういったような内容なのかっていうことについてご説明をします。まずですね、この共同住宅なんですけどね、住宅の Y と、します。これがですね、建築、この家がですね、建築されたわけなんですが、その時にですね、この隣人、この隣地に居住しているこの甲という人物ですね、隣人ですね、がこの家がですね、この住宅が、接道義務に違反しているとかですね、火災等の危険等も出てくるといったようなことをですね、指摘して、この甲がですね、この住宅の Y ですね、共同住宅の Y の建築確認処分ですね、建築確認処分の取り消し訴訟を提起しました。で、この判例でですね、ポイントとなったのは、この時にですね、取り消し訴訟を提起したわけなんですが、訴えの利益というのがこの場合認められるのかっていうところが、ポイントと、争点となっています。で、なぜ争点になったかというとですね、こちらですね、時系列で言うとですね、この最初に建築確認処分がされました。で、その後にですね、実際工事に着手して、建築工事が完了したと。で、今回ですね、この甲が取り消し訴訟を提起したときには、すでにですね、工事がもう完了した後だったわけなんですね。工事が完了した後に、この建築確認処分の取り消し訴訟を提起したと。このような時系列になっています。で、この時にですね、すでに家はもう建ってしまって、工事も完了していると。その後に取り消し訴訟を提起した場合、訴えの利益はそもそもあるのかということがですね、ポイントと、争点となったわけなんですね。で、結論から言うとですね、こちらに記載しています通り、工事が完了した場合ですね、この工事が完了した場合は、もうすでにですね、訴えの利益というのは消滅するということで、訴えの利益は今回のケースでは認められなかったということがですね、結論になっています。この建築確認処分というのはですね、この確認を受けなければですね、この建築工事に着手、開始できないという効果をもたらすものなので、そもそも工事がですね、もう完了してしまっている後に、この、そのですね、建築確認のその処分の取り消し訴訟を提起したとしても、やはりですね、それはもう訴えの利益というのは、ないですよということがですね、判例の結論と、今回のケースの結論と、いうことになっています。ですので、今回ですね、行政事件訴訟法のこの判例対策としてですね、今回はですね、取り消し訴訟のこの訴えの利益ですね、要件の一つである訴えの利益、これがですね、あるのかないのかっていうところ、建築確認処分の例をもとにですね、取り上げた判例となります。ぜひですね、このところもきっちりですね、対策していただくようにお願いいたします。それではですね、本日は以上とさせていただきます。今後もですね、行政書士試験に必要な勉強法をお伝えしていきますので、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。それではまた。